キリン、チャレンジ杯、6日、日本にマイナス1ニュージーランド、トヨタス、2018年ダブル杯ロシア大会出場を決めている国際連盟、FIFA、ランキング40位の日本が、アジア最終予選終了後の最初の試合で、11月に南米5位との大陸間プレイオフを控える、同113くらいのニュージーランドを 2-1 で下した。日本は10日に横浜、日産スタジアムで同48くらいの配置と対戦する。降りしきる秋雨を切り裂いた。ダブル杯出場を決めて初めて迎える強化マッチ。日本は後半5分、フー大迫がプクを決め先制したが、14分にニュージーランドのフーウッドに頭で決められ、同点に追いつかれた。ハリルホジッチ監督が5日の公式会見で奮起を促したムフカガワは途中交代。ダブル杯メンバー23枠を争うサバイバルの幕開けで、後半37分のムフ井出口に代わり投入されたムフ倉田が42分に頭で勝ち越し点を押し込んだ。ことごとく決定機を逃した。日本は前半8分、こぼれ球を拾ったムフ香川のシュートはポストを直撃。33分には大迫が頭でつなぎ、抜け出したフークボがシュートを放ったが枠外だった。43分ハドフ長友の左クロスを大迫が頭で合わせるがクロスバーを越え、前半を 0-0 で折り返した。後半15分、日本は大迫、香川に代わりフー杉本、ムフ小林を投入。25分にはフー武藤に変えてフー犬をピッチに送り出したが、事態は一向に好転せず。30分、ドリブルで仕掛けた杉本のシュートは右へ。31分は長友のミドルシュートは相手グクにセーブされた。33分、久保に代わり浅野が登場すると、42分に犬の左クロスをドフ坂井博士が折り返し、倉田が頭で押し込んだ。